こんばんは、ファンクでーす。昨日ね、玉柄通りをね、バイクで走ってたらね、アメリカンバイク乗ったね、おじちゃんがね、T シャツにね、チョッキを着てね、ドダダダダダダダってね、走ってたんだけど、信号のところでね、一瞬止まったのね。振ってみたらね、手がプル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 震えてた。まだ早いよ。ファンクなんか革ジャン着てたもん。いや、まだちょっと早いですよ。行き急いでるね。ファンク、今さ、氷川台行ってる？現場がね、撤収しちゃうからね。まあ、ちょこちょこと行ってはいるけどね。あ、そう。駅前に、居酒屋みたいなところがあるのよ。そこですごく味が出てるからちょっと行ってみて。味のある居酒屋？よろしくよ。味があるお店。いや、どんな感じなんだろう。ちょっとね、ファンク、絵を描いてみました。こんな感じじゃないのかなってね。噛めば噛むほど味が出る。まるでこんな外観のね、お店じゃないかな。違うか。吉田サラダ、よろしくよ。駅前をね、出たらね、民宿とかのね、なんていうの、もし海があったとするじゃん。そこにあるね、なんか屋台のお店みたい。ここだべ。まさくぼって名前なのかな。ちょっとね、ファンクね、入ってみました。何これ、夕方の5時から7時までドリンクサービス。餌は200円。安っ。食べ物もね、120円とかすごく安いのがあるよ。でね、店内はね、まだね、ファンク5時に訪れたんだけども、サラリーマンのね、一組しかいなかったんだけど、でもね、サラリーマンのね、人ね、他で飲んでたのがもう出来上がってたよ。かなり下ってた。だってさ、森友学園俺が2億さ、寄付したって言ってたもん。それでね、一緒に来てたね、上司っぽい人がね、お前の安月給で、どうやって2億も出すんだよって言ったらね、いや、EX やってるって。EX って何って、買わせて。それ FX? いや、面白い。それでね、ファンクね、青リンゴサワーを最初に頼んだのね。いや、やばいぐらい濃い。いや、こんなにお酒で入れなくてもいいんじゃねっていうぐらいね、すごく濃いよ。それでね、食べ物はね、焼きビーフンとね、ラーメンを頼んだ。でね、まあ、なんて言ったらいいのかな。いや、民宿とかで食べるね、焼きビーフンに、民宿で食べるようなね、ラーメン。このね、ごめんなさい。お店の皆さんね、怒らないで。いや、この安っぽさがいいのよ。お酒がすごく進む。サラリーマンのね、人たちがね、こっち来て一緒に飲まないですかってね、声かけてくれたのよ。ファンクはずっと気に立てててさ、なんと目が合った瞬間ニコニコしてたらね、声かけられたんだけども、会社の愚痴大会になってたからね、ファンクね、ちょっと遠慮してた。だってそこの会社のことわかんないもん。愚痴大会に混ざるのはね、地獄ですよ。聞き役にね、徹しなきゃね、いけなくなっちゃうから。いやね、ラーメンもね、ビーフンもね、まあ、美味しかったなぐらいのね、感覚しかない。なんでかっていうとね、アルコールがね、もうドキツぐらい濃いのよ。このね、青リンゴサワー。だからね、もう感覚ね、ちょっとね、ぶっ飛んでる気がする。もうこれでね、ファンク3杯目よ。だからね、味がね、まあ、どんな感じだったかっていうのが、うっすらとしか覚えてないのよ。ごめんなさいね。でもね、これだけお酒がね、進むということはね、雰囲気もね、料理もお酒がね、ぐいぐいいくね、系統だということよ。だからね、いけれないやん。このね、お店はね、年配のね、女性の人と、あとね、若いお姉ちゃんがいるのよ。でね、サラリーマンがね、
お姉ちゃんどこに住んでんのとかね、付き合わないとかいっぱいね声かけてたんだけど、お姉ちゃんはねニコ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 してねカレーにスルーしてた。それでね、あの後から来たおじちゃんとねファンクのね席ばっか来てね、なんかご注文ありますかってね、あの逃走してた。あのサラリーマンねダメ。先にね酔ってもねくどくな、これがねファンクのねあの格言ですよ。あのお店にね可愛いお姉ちゃんいても、もう一度言いますよ、先に酔ってもくどくな、これはねファンクは、ね、いつもねあの胸に刻み込んでるね言葉です。結果ねこの方がねゲッツしやすい。そっちのが最低。あ、それでねファンクねなんか店内見てたらねレッドアイっていうねメニュー見つけたのよ。いやこれ久しぶり見るな。ビールにねトマトジュースが入ってるんだけども、いやもうどれぐらいぶりだろう、もうね3年4年ぶりぐらいに見たよ。だからねもう思わず頼んじゃったよ。今ね電話かかってきてるのね、しつこいお客さん、いやもう全然あの会社にいますよって、いや お前飲み屋いるべって言われて、いや会社いますよ、忙しいんですいませんガチャって来ちゃった。後でねあの上司に怒られちゃった、お客さんにね失礼な切り方されたって。みんながたまには、ね、しつこいんだもんこの人。あ、それでねあのカレー春巻きもあったから頼んでみた。びっくりしたんだけど、なんかね本場のねインドカレーなかなかねあの力入ってるよこのカレー春巻き。でもねダチョウ倶楽部がね殺す気かってね怒鳴るぐらいね熱い。いやもうこれガチで熱かったよ、やらせなってたじゃなくてね。あ、いやダチョウ倶楽部のねネットブロがやらせとは言ってません、あれは真実ですよ、それでねもうね何杯飲んだかな、もう信じられないぐらいねもう酔っ払っちゃった。疲れててねストレスも溜まってたからね22、3杯まだ覚えてるよ。だから22、3杯飲んだとしてもでも5000いかないのよ、安くね、でね僕ね9時を過ぎるとねお店の雰囲気すごくいいのよ。でもねちょっとあの疲れてるんでね、まあ、安いねサービスタイム内でね抑えてね帰りました。いいお酒が飲めてねファンクホクホク。それでね飲み終わってねお会計しに行ったらねお姉ちゃんがねあのお勘定してくれて、でね外で少し喋って、でまたねあのお店来てくださいってね、またあのお客さんとねなんかお話したいわみたいなこと言われたのね。だから言ったじゃんね、先に酔ってもくどくな、これがね正誤法よ。まあねおじさんだからね、まあ、お話しする程度ですけど、でもね、まあ、お姉ちゃんかわいい。それでねここのお店の感想はズビシ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 だったよ。あのねあとお姉ちゃんポイントつけるんだったらプラス50かな。あのこのズビシはねお姉ちゃんによってね採用します。それとね久しぶりにねレッドアイ飲んだからファンクねテンション上がったよ。なんかねあのインスタかなんか、あとツイッターでも書いたんだけども、したらねあのビールにねトマト入ってることで次の日ねなんと二日酔いとかねしづらいんだって。そういうねなんか効果もあるらしいよ。それなんでね久々にねレッドアイを飲んだね感想をね絵にしてみました。ファンクね実はねアイちゃんが好きなのよ。天真爛漫でさファンクね胸がキュンとなるのよね。ジャジャーマ好きなのよ。普通のね女の子よりもジャジャーマが一番よ、手がねかかるほど可愛いのよ。